では土砂災害についてどう情報を得たらいいのか今日も気象予報士で防災士の寺本さんに聞きますはいえ皆さん気象庁から提供されているこのキキクルというものをご存知でしょうか、はい、大雨のり聞いたことがないですね大雨であったり洪水の危険度がわかるというものなんですこちらえ住んでいる場所の危険度の高まりを知ることができるんですね、はい、どういったものがあるかというと種類は三つあります 土土砂砂災害の土砂危機来る浸水害のの危危危機機機来来るるる浸浸水水水洪とあります、うんはい、で、今日はこの土砂災害について見てみましょう、土砂危機来る、はい、これ先日3日ですねあの熱海市で土石流が発生した時のあの1時間半前のもの9時の状況ですね、濃い紫色になっていて極めて危険だったというのが分かります。はい、で危険度の判定というのはおよそ1時間から3時間先の予想値で計算してますのでこういった先のことが分かるということなんですね。はい で十時半、今度赤竜が発生した時間なんですけれども、うん、この時も極めて危険な状況だったというのがわかります。はい、この極めて危険な状況というのはですね、インターネット上でリアルタイムで自分があの確認することができますので、うん、早めの情報を自ら取るっていうことが今後大切になってくるのではないかなと思います。すね、積極的に自分で取りたいですね。はい。はい